はいどうも、ロッチャーです。はい。えーと、おはようございます。はい。えーと、今日クリスマスですね。昨日が、えー、とイブだったんで、えっ、ー、と、クリスマスなんだけど、えっと、クリスマスだからどうっていう話でもないし、特にあの言うこともさほどないので、あの、手見りカにするんだけど、寒い、寒すぎる。マジで <laughs>、マジでホワイトクリスマスになるんじゃないかっていうぐらい寒い。あのー こんなね大阪とかさ、まあ、東京もそうだけど、なんかこういうエリアでさ、あのー、なんかさっき雪のマークついてたし、まあ、実際ね、俺さっき外いたんだけど、全然降ってなかったけど、とはいえ <laughs>、とはいえ、クソ寒い、マジで。はい。えっ、ー、とね、切り抜きの方を、あ,あと1本、あのー、アップさせてもらいました。えっ、ー、と、前から、もうかなり前から、あのー、 予告というか通知して本人にもえーと切り抜き相手の本人にも「今度作るんで」みたいなことを言ってたんであのかなり遅ればせながらなんだけどまあ一応年変わるまでには <laughs> アップできたんでえっと今日の深夜の1時ぐらいにアップしたんでまあまだその X とかには通知してないんだけどえっとまあ明日ぐらいにでもまあ明日の昼とか夕方とかにでもねはい。 まあ別に、あのー、まあ、月曜日だけど、別に平日でもいいやろ <laughs>。年末だから別に平日でもいいやろっていうね。はい。あの、一宮千代ちゃんですね。あのー、赤裸々のね。あの、前にも作らせてもらったんだけど、一応ね、結構その、まあ、ね、本人的にはなんかその、なんだろう、えっ、ー、と、まあ、娯楽というか、そういうなんかエンタメ的なものなんだよっていうふうに本人も言ってて、まあ、エンタメだと思うんだけど、 基本的にそのまあ赤裸々ってエン,エンタメかつその情報としてあのなんか助かるというかっていうものがあるわけやそのまあちょっとエロかったりももちろんするんだけど面白いしああなんかその生の声が聞けるっていう意味ですごくあの貴重なまあねちょっと箱の中のね問題とかいろいろあったりするみたいなんだけどその運営側とねいろいろあるみたいなんだけどただまあそれもさっぴーでもやっぱりあのいい そのライバーというか VTuber の方がたくさんいるなと思ってるんで他の子も含めてねまあ一人あのまあちょっとトラブルがあったみたいな感じはあったんだけどまあそれもひっくるめていろいろそのうんっていうのでまあなんかその千代ちゃんが前にあのまあ夜食まあ主にね夜食のまああのまあ水と 風風っていうかまあ風俗ねのまあそれぞれあのまあこういう店があってこういう業態があってみたいなでまあそのこういう業態はこうだからこうでこうでこうでみたいな,なんかその裏側じゃないけどその内面内情というかまあこういう楽しみ方ができるよみたいなねまあそれ知っといたらその行く時に怖くないというかこれやっちゃダメなんだっていうなんかその無知がゆえの無知の地じゃないけど。 その無知がゆえのトラブルというものを避けられるためのでまあやっぱりさ初めて行く時やっぱ怖いじゃん基本的にその俺もそうだったけどまあ正直ねあのなんだろ飲み屋飲みやけあけお水まあキャバクラとかねああいうのはその付き合いで行ったりするケースが多いから初めて行く時はねはじあの後にはまったりする時は一人で行ったりすると思うけど。 そのなんか初めて行く時はさなんか会社の付き合いだったりとかまあその先輩に連れて行ってもらったとかそんなんがまあ多いと思うよ正直俺は違ったけどでも俺の後輩とかもそうだったからまあ割とそういうのが多いんじゃないかなと思うよねでもまあその風俗の場合はその2人で行って友達と2人で行ってそれぞれ呼んでどうだったみたいなのもあると思うけどまあ大体1人だと思うよまあ仮に2人で行ったとしてもさその場にいるのは1人じゃんその 4P するわけじゃないわけじゃん だから、その結局1人になっちゃうから、その辺のなんか、特に風俗、特にデイとかだったら、1人でホテルに入ったりしなきゃいけないから、ラブホにね。だからまあ、そういうのも含めて、なかなかないことじゃん。正直、風俗じゃなかったらさ、1人でラブホに入ることってないじゃん、基本ね。そのまあ、ラブホ、泊まる場所として使うことは確かになくはないよ。全く俺も正直、経験はあるけど、基本ないじゃん。わざわざラブホ、泊まんないでしょ。ビジネスホテルとか。 でもその寝カフェとかさまあ個室ビデオとかそういうとこ使うじゃん1人で <laughs> その時間というかまあその終電逃したとか電車が止まったとかそんなんだったら大体そうするからまあだからそ,のそうじゃなかったら1人で入ることないからで1人で入って中でその何お店に電話して「誰々ちゃんよろしく」みたいな感じになるわけだから。 まあそういうまあ不安感だったり実際どんな子が来るのみたいなとか実際来た時にどんな感じになるのとかっていうのがやっぱ不安だったりするからまあそういうのをなんかそのエンタメ込みでそのお話をしてくれてるっていうのがあったんでそれをまあ切り抜きをさせてもらいましたっていう感じですねはいまそんな感じでまあもう,もうすでにアップされてるんで俺が一気にここで説明しなくてもそっち見てもらった方が早いんでまあよかったら あの切り抜き、まあ、X の方でも告知は、えっと、さっきも言ったけど、あの、今日のね、昼とか夕方とか、多分、させてはもらうと思うんだけど、一応ね、動画の中でも <laughs>、はい、言っとこうかなと思います。はい、ロズティアでした。まあ、ちょっと電池切れちゃうんで、この辺で。はい、バーイ。